ネイビー村上、始めるよー。ワイル黒缶が来ておるようじゃな。学べで待ち受けてくれようぞ。出陣するぞ。今は待て。うむ、よいぞよいぞ。勝ちは揺るがぬか。しかし、被害を減らすためにやったるでー。黒缶よ、我が血となれー。クックック、永久武将がさすがにいなくなってきたようじゃな。ここは信頼と実績のおとり挑発戦法で蹴散らしてくれようぞ。野郎ども、行くぞー。野郎ども、右陣に集合じゃあ。後に続け。得意ー、滑っておるぞー。敵の居所、知れましたな。見つけたぞ。野郎ども、もっと引きつけるのじゃ。敵の居所、知れましたな。放て。策のある者がいるようです。網にかかったな。ハチスカ隊を足止めするのだ。浅はかなり。左翼を展開して、大路を断ってくれようぞ。始めるぞ。敵の居所、知れましたな。得意太陽じゃ。今ぞ、攻め込め。砂直よ、今度は惑隊を足止めするのじゃ。息のね、止めてくれよ。北野川さんはバトルボーズ総帥に突撃するのよ。今こそ雌雄を決する時。攻撃封じまー、見事じゃ。守りが甘いぞ。放て。そうすると逃げおる。北野川さん、引き続きバトルボーズ総帥に突撃するのじゃ。正々堂々勝負せよ。時には大胆に攻め込まねばな。よっしゃ、惑隊が解放したな。今は引く。よっしゃー、秀吉軍は総崩れじゃー。負けるとは、油断したか。戦に勝つが、もののふの役目よ。むむむ、微妙な勝利じゃな。100%、早速のオブジェタイム。今転職すれば上司になれると聞いて。おおう、好機を逃さぬ賢い者は歓迎するぞ。採用。そして、時代を読めぬ二人はオブジェにしてやるぜー。無念。やったぜ。父親が討ち取られた？まさかそんな。貴様はわしの家臣になるか？それとも父の隣に飾ってやろうか。ガハハハハハ。猿、手を出しすぎー。ワイル。じゃ、野郎ども、高屋城に進軍じゃー。出陣するぞ。包囲するぞ。勝ちは揺るがぬか。
しかし、せっかくじゃから戦ってやろう。元吉よ、一挙猿と遊んでまいれ。相手が陣持ちか。ここは信頼と実績のおとり挑発戦法を採用するぞ。行くぞは？この陣形は全軍突撃？皆の者、引け、引けー。皆の者、我に続け。敵の居所、知れましたな。モモンガー、貴様は元帥だ。放て。よく狙え。すげえよ、見事じゃ。油断しました。まさか。モモンガー、振り方乱闘。やりたい、前へ。策のある者がいるようです。ことぶき姫はバトル坊主中高型を足止めするのじゃ。どうやら油断したようですね。敵は可兵ぞ、包み潰すのよ。横槍を入れよ。やりたい、お願いします。放て。策のある者がいるようです。元吉よ、猿と直接対決するのよ。突き崩せ。ジュストは前の体を魚でするのじゃ。その首、この手でいただくとしよう。三川さん、そこでカッチカチになるのよ。これにて、幕とさせていただこう。やりたい、前へ。よく狙ってください。今は引こう。よっしゃ、さすがはジュスト。前の体が壊滅したぞ。策のある者がいるようです。水泳王、そろそろ引きがやばいな。用心するのじゃ。ここは守れ。敵に向かって逃げるんかーい。お母さんはそこでカッチカチになるのよ。悪いが、その首もらっていくぜ。戸川さん、猿に鉛玉をぶち込めー。撃て。寺沢さんは猿が逃げ出さぬように足止めするのじゃ。格の差、思い知るがよい。ここは引くんじゃ。いかんいかん、逃げるが勝ちよ。よっしゃー、猿を壊滅させたぞ。勝って兜の王を締めよ。おごるでないぞ。あれ元吉よ、ボロボロになっておるではないか。百科オブジェタイム。許してください、何でもします。おお、従順な者にはわしは優しいぞ。百科10代の新鮮なオブジェだ。終わりかよ。ガハハハハ、いい声で泣きおるわ。猿め、二人とも怪我しておったか。よし、高屋城は力攻めでなで切りじゃあ。この隅城も強行で落とすのよ。防衛します。ガハハハハ、高屋城ゲット。やっはー、またまたオブジェが増えるぜー。くっ、無念。やったぜ。ガハハハ、これは、時代を嫁婿に育てた、貴様の罪よ。行くぞ。さあ、次はライレーンがこもる石山ごぼうに向かうぞー。進むぞ。
ケイは幹城を更地にするのよ。囲め。石山ごぼうもすりつぶせー。うむ、よいぞよいぞ。この城、頂戴いたします。よっしゃー、ケイよ、よくやった。ケイよ、そのジジイはくれてやるわ。わーい、父上、ありがとう。無念だ。父上、こいつ、もう壊れちゃった。お、おう、ケイ、恐ろしい子。参ります。じゃあ、ケイよ、次のおもちゃは鳥取城で探してくるがよい。進みます。この戦、土地はもらったぞ。水泳王が壊滅したようじゃが、まあよいか。やっかー、オブジェになりたいやつは誰じゃあ。武吉様に許していただけるように坊主頭にしてきました。おう、いい心がけじゃ。待て、お前もともと坊主じゃねえか。面白いやつじゃ。採用。時代を読めぬ坊主はオブジェじゃあ。無念。即身仏にしてやったぜ。猿め、坊主にまで手を出しておったか。元よしよ、一旦出直してまいれ。戻るぞ。じゃあ元吉よ、近場の兵力を集結させて弓木城を攻めるのじゃ。旧部隊、兵装はなし。1万4000で元地位がこもる弓木城へ進軍するのよ。進め。泥仕合じゃな。うむ、よいぞよいぞ。この城、もらい受ける。よっしゃー、石山ごぼうゲットにだー。おおう、物分かりが良いものが増えて嬉しいぞ。採用。そして、時代が読めぬ二人はオブジェにしてくれようぞ。このようなところで。やったぜ。猿よ、もう、そのアピールはいらぬわ。ワイル。じゃあ、残るは飯盛山城じゃな。出陣するぞ。殿、牧殿、他一名が病にかかったようです。むむむ、牧殿はさっき元吉軍として出陣したばかりではないか。おおう、ミッチーは先が読める御仁であるようじゃな。よかろう。報告します。先月の収支です。長い一月であったな。ご命令ください。今年は天神山にいい種をまきましょう。よっしゃ、堺大将権を独占してやるぜ。は、金がなくなってしまった。経営が苦しいから、猿が雇いすぎた足軽どもを解雇して回ろう。は、かしこまりました。はっ。
石山ごぼうはわしのために頭を丸めた。協女さんに任せてみようか。は高屋城主は青木さんにやってもらおうか。かしこまった。三木城主は安美さんにやってもらおう。はこの隅城主は13歳の堀さんにやってもらうぞ。かしこまった。囲め！飯盛山はサクッと落としてしまいましょう。うむ、よいぞよいぞ。うむ、よいぞよいぞ。この城、もらい受ける。よっしゃー、飯盛山ゲット。やっはー、時代が読めぬ愚か者はオブジェにしてやるのよ。無念。猿の一問をやってやったぜ。クックック、己の不甲斐なさを悔やむがよい。これもわしに逆らった罰よのう。ガハハハハ。我らは一足先に凱旋じゃー。戻るぞ。城を囲みます。うむ、よいぞよいぞ。よし、けいよ、力攻めじゃー。うむ、よいぞよいぞ。心差し半ば。おう、ついに勝家が。柴田勝政、勝家の一人娘が後を継がぬのか。まさか。また、ゆずき城かと思ったぞ。ほほう、まあよかろう。うむ、なんか猿も最初はそんなことを言っておったな。報告します。先月の終始です。うむ。表情を始める。皆の考えを聞こう。むむむ、誰もシャイニーしておらぬではないか。しかし、ポインツはなかなか良いな。このまま行きましょう。さすがは綱名を、ゴミダー推しとは分かっておるではないか。そして、期待の13歳のポインツもなかなかじゃな。そしてジュストの剣豪長連は、今展開中の元吉の助けとなろう。表情を終える。策がございます。ふむ。この程度の策では原稿は帳消しにならんぞ。策がございます。おう、新海さん、先を見越した良い策ですぞ。よし、今回は2回戦ができるように領主選別1をセットするぞ。近頃、鉄砲が妙に痛いので竹束を持たせようぞ。残りのポインツは繰り越そう。今月は花熊港に進出進出。かしこまりました。大阪港にも進出進出。かしこまりました。さらに下赤坂鉱山にも進出進出。かしこまりました。よく考えてみたら、鳥取城は勝家殺しがふさわしいよな。包囲せよ。うむ、よいぞよいぞ。猿よ、軽々しくわしに手を出したことを悔やみながら植えるがよい。
うむ、よいぞよいぞ。病には勝てぬか。マキわしの元吉の軍勢が減ってしまったではないか。おお、戸川さん。わしの海賊鍋で精をつけるのじゃ。ありがたきじゃ。どうしたのじゃ？大丈夫か？うまいうまい。ですから、息子だけは、どうか息子だけは、お助け。おう、任せよ。報告します。先月の収支です。うむ。今月は高屋証券に進出。和歌山証券にも進出。かしこまりました。さらに洲本漁港にも進出。はっ。糸井に宿場町を建てましょう。はっ。飯盛山城主は、ハラミーさんにやってもらいましょう。はっ。空席になってしまった岸和田城主は、小見川推しの小山さんにやってもらうぞ。かしこまった。この城、頂戴いたします。よっしゃー、鳥取城ゲットー。よし、ケイよ。そのおもちゃは好きにするとよい。やったー。父上、ありがとう。無念。あれ？もう動かないや。つまんなーい。え？早すぎやろ。まあよい。ケイよ、帰ってくるのじゃ。戻ります。血はもらったぞ。よっしゃー。わしに逆らった鬼畜猿、グッドゲーム。さて、元チート猿はどうしようかなー。父上、お耳を拝借。ああしてこうしてポイッとなというのはいかがでしょう。うむ、さすがは我が娘よ。ということで全員採用。お声をかけてくださるとは光栄でくもです。喜んでお使いいたします。本当に喜んでるのか？じゃあ、わしの元吉よ。帰ってくるがよい。戻るぞ。報告いたします。先月の収支でございます。うむ。ご命令を。元地、貴様の持ち物は俺のもの。その家宝をよこしやがれ。受講こなすか。これに見合う働きをする者が現れるまでわしが預かっておくとしよう。口をしきことよ。やっかー、その馬もよこすんだよー。三国黒か、我が相場として預かっておくとしよう。口をしきことよ。かるー、さっきから偉そうに軍師ずらしておるが、貴様も同罪なんだよー。ジュズマルツネツグか、わしに使われた方が幸せであろう。預からせてもらうぞ。なんたることじゃ。やっはー、その槍もよこしやがれー。亀同士槍か、わしが預かっておくとしよう。なんたることじゃ。やっはー、家宝がない元地は、もう用済みじゃー。どこへなりとも行くがいい。口をしきことよ。さるー、貴様のおでこにも丸髪印の焼き印をくれてやるわー。わー
さらに追放じゃ、我が海賊団に動物の席はねえんだよ。なんたることじゃ。猿よ、安心するがよい。ネネはわしが寝取ってやろう。ネネよ、我が一物を受け入れた時に言う言葉は分かっておろうな。言ってみろ。ありがとう。ガハハハハ、起きたな。おいっ子の高典さんが切られて激おこの高虎さんに受講コナスを差し上げましょう。かたじけない。そういえば我がコレクションに孫一にぴったりのものがあったな。差し上げますぞ。悪いな。やったぜ。おかよ、今まで苦労をかけたな。猿の娘をくれてやるわ。かたじけない。戸川よ、父の忠義に応えてやろう。猿の娘を寝取るがよい。かたじけない。と言ったところで、今宵はこれまでにいたしとうございます。